にちは。えのきやそなやこの漢方薬剤師中尾です。アシスタントのマールです。中尾先生、ズバリ早起きが得意になる方法ってありますか？早く寝ていうことしたら言動が終わっちゃいますね。なんだけど、はい、人間ってなんで寝るのっていうのがあるの。はい、うん、寝るのは当然さ、はい、体を休めて自分のさ、こう日常活動してるところを、うん、でちょっと傷んだところを修復させるためにこう寝るっていうよね、はい、だからそういうふうにその修復がいっぱいし修復がね、結局する時間がとっても必要な人だから、言い方悪いけど体にね疲労が溜まってる人が寝にくくなる、はい、だから変な話眠るためにはまず一つ、はい、血行を良くして体を温めていくと寝やすいっていうのがあるよね。へー、うん、考えたことなかったです、うん、だからね、僕はよくね、そういった人はね、靴下履いて寝なさいっていう場合もある。やっぱ足先が冷えてるとちょっと寝にくいっていうものもあるよね。へー、うん、でもう一つ言えるのがなんていうか、お風呂にやっぱ温まるような、僕はヨモギの風呂をおすすめしてるんだよね。入浴剤、ヨモギ風呂、まあ入浴剤でもヨモギの入った入浴剤もあれば、はい、そういったヨモギをだからこう煎じてそのままヨモギをこうしてその煎じ液をポッとお風呂に入れちゃうとか。へえ、ほんとね、むっちゃくっちゃポッカポッカ飲む。へえ、やってみたいです。うん、ほんと変な話、ちょっと東京のあるがんを専門にしてる先生からもちょっと相談を受けたんだけど、はい、がんでもなんていうかね、体を温めて血行を良くしていくとがんがこうね、術後がいいとか治りやすいとかいうのに、うん、なんかないって言ったら、あ、先生これよもぎ風呂のちょっとサンプル作ってあげるからこれやってよしたら、これめっちゃいいって言われて喜ばれたりしたし、はい、結局そういうふうなことをして血行を良くして温めていくと、はい、体の修復機能がするんだよ。へ、うん、だからそういった修復機能をやってあげると眠りやすくなる。体が温まってる方が眠りにつきやすいってことですか？つきやすい、うん、はい、うん、そう、寒いと眠れない。そうですね。そういったことをやってって、こう体を温めて寝やすくしてあげると朝早く起きやすいって、うんうん、でそういったのもう一つ、例えば朝早く起きるときにどうしても朝起きた時はこう低血圧だから、もうあとして起きにくいんだよね、はい、その時にスパーンってこう立ち上がるというのはやっぱりね、高麗人参。高麗人参、はい、どういうつながりがあるんですか？あれもね、やっぱ血行を良くして基本的に滋養競争、体力の増進になってくるから、はい、ああいったものをこう寝る前にとっていくと、はい、朝早く起きやすい。うん、それどのタイミングで取るのがいいんですか？いや、寝る前だ。寝る前に、うん、なんでかというと、寝る数時間前に取っちゃうと体が元気になっちゃって本当に眠くなくなっちゃうから、寝る前直前でも寝ようかな直前で、うん、そうすると寝てる間にもう体巡って、そう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 、朝気持ちよく起きられるんですか？そうそう、そういうふうなことで、体、はい、眠るっていうことをもともと何のためなのかっていうことを考えた上で、はい、やっぱり今度修復するしやすいようにしてあげるような、そういった高麗人参とか、はい、まあ、そういったサプリをこう取ってあげるっていうのも一つ、早起きするときには手です。はい、うん、ちなみに中尾先生の考えで大丈夫なんですけど、うん、最近ディズニーお休み BGM を聴きながら寝ていて、うんうん、音に関してはどう思いますか？そうだね、昔からね、よくあったのがモーツァルト療法、はい、モーツァルトなんかを結局こう聴くとこう眠りやすくなる、ああいったのはなんかね、人間普段の頭の中にはこう物を考えるときにベータ波っていうのをこう発してるんだけど、はい、でベータ波のおかげでピッピピッピこういろいろ話していくんだけど、リラックス系はアルファ波っていうのがあるんだよね、はい、でそのアルファ波を出す音楽っていうのがだから、はい、昔から言われてるモーツァルトのなんか例えば、お経みたいなのがね、お経なんかポク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 なんかなんとかとかこう生身出す波みたいなのをいろいろ言うじゃん。ちょっとすごい夢見そうですね。そう、ちょっと幽霊見ちゃうかもしれないけどさ。
だからそういったなんていうか、あとね、チーンって言う音ね、うん、なんだっけ、浄化する仏壇でチーンとか言う音とかも、 あんなのこう結局心を沈めて行って、まあ、仏の世界近づくかどうかしないけど、うん、そう、じゃあ音でもちょっと睡眠の質を上げることができるかもしれないですね。そう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 、だから音もだから直接聞くように聞こえるようにやっちゃいけないんだよね、はい、だからなんかやや聞こえてるよなみたいな感じで、まあ、音量にとかそんな感じででもそういったのをやることでも、はい、なんていうか、あの音が空気の振動に伝わっていくから、そうするとそういったアルファ波を出すような空間を作り上げるっていう話もあるよね。やってみます、うん、もう一つ昔からあったんだけど、はい、あの音響療法っていうのがある。音響療法、うん、はい、それはサイマティックスっていうんだけど、はい、僕もその機械70万出して書いちゃったんだけど、その音響療法っていうのは体にねそのさ、そのアルファ波とかいろいろ出す音をこう当てていくんだよ。もっとウィンウィンウィンとかブブブブブとかブブって言うんだけど、え、直接つけるものなんですか。うん、そうそうそう、見たことないから。いや、あんまりねそれをねやってるね、お医者さんってなかなか少ないけどたまたまさ俺やっちゃったんだけど、はい、あれすぐ寝れる。え、ほんとそうなんですか。すげえと思って70万。だからそういったのもし使う人があったら、まあ、メンタルが少しちょっと自分で病んでるかもしれないよなと思った人は、そんな両方別にいいんじゃないかなっていう気はしてます。はい、漢方薬や健康に関するご質問をコメント欄にお待ちしております。動画にてお答えします。